思わず動きが固まる。なに、なんか刺される俺今から。だってしょうがない。これはしょうがない。俺の部屋の窓と向かい合うように存在する今日越してきたばかりの部屋の窓には。あー、リカー、カーテン閉めろー、お前カーテン閉めろー。あー、なるほどね。時間停止の魔法がこの半径5メートルぐらいに多分かかっていたのだと思う。悪いな、みんな。ごめんな。ちょっと宣伝するわ。俺ちょっと一人でゲームやってるからみんなちょっと見ててよ。ちょっと隠すもんこれしかなかったから、一旦ね。音だけで楽しんでくれ。音のソノリティってことで。てか待って、任天堂ここまで出んのか。ちょっと怖いな。こっから先。まあ、そうだな。じゃあちょっと見たいか。ちょっと待って、むずすぎる。ふっ、ちょっと待って、俺消えたくないから。ちょ、ゆっくりね、ゆっくりゆっくりゆっくり。よし、よし、いや、もうちょいかな。あ、待って、ちょ、全然セリフ越しにした、透けてるやん。こんぐらいかな。はい。こうかな。これでいいかな。きっ。あ、ごめん。いや、でもそっちがカーテン閉めてないから。あ、続いて俺もカーテンを引いた。